百州武道具店の動画。ねえねえ、切り返し仙人、目ひもが長くないですか？大丈夫大丈夫。ねえねえ、切り返し仙人、目ひもが長くないですか？大丈夫大丈夫。ねえねえ、切り返し仙人、目ひもが長くないですか？大丈夫大丈夫。ダメよな、絶対それダメよな。こんにちは、百州武道具店の動画です。さしますか、おー。というわけで今日は目ひもの長さの話しましょう。これはもうお約束で40センチ以内というふうに決まってます。これはもうね、大人とか小学生とか関係ないです。みんなやっぱり気をつけて40センチ以内になるようにしましょう。で、理由はやっぱりね、3つありますね。1つはやっぱりだらしなく見えるんですよ。だらしない、やっぱり適正な長さっていうのがあります。で、2つ目は長すぎるとくくりにくい。やっぱ40センチ弱ぐらいが一番くくりやすいんですね。で、3つ目はここにね、輪っかができるんですけど、この輪っかの中に竹刀が入っちゃうことがあるんですよね、試合なんかやってると特に。だからこれも気をつける意味で40センチ以内やってください。この目ひもの長さっていうのは、例えば昇級審査受けるとか商談審査受けるんだったら、もうぜひとも見直さないといけないですし、まあ試合出る人もやっぱりね、注意されることあると思うから見直してください。普段からやっぱり気をつけてください。道場の先生っていうのはやっぱりみんな一人一人見ていきたいんだけど、うん、この子40センチだな、この子40センチだな、なかなか見切れないから、もうお父さんお母さんでもやっぱりね、これすごく大事なことなんです。あ、うちの子目ひも長いなって思ったら測って、必要だったら切ってあげてください。それでこれ長すぎる目ひもですね、もう胴ひもも同じだけど、長かったらカットしてください。長ければカット、長いひもが短くなることなんてないです。目ひももカット、胴ひもも長かったらカット、固定ひもも長かったらカットしてください。目ひものカットに必要なものは、もちろん一つはハサミ、もう一つはほんの少しの勇気なんです。これちょっとね、切るの勇気がいるんですよ。目ひもっていうのはここまで編んでるでしょ、で先の方だけをわってなってるじゃない、ここでなんかねやってるんですよね。これを同じことをカットした後にやっとかないと、目ひも全体がわさ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 ってなっちゃうんですよね。目ひもの長さが40センチというのはどこからどこまでか。これは結んだ時によ、結んだ時に結び目から先端までの長さが、ここが40センチ以内って言ってるんです。これ自分で必ず見てください。お父さんお母さん見てあげてください。おじいちゃんおばあちゃん見てあげてください。ここが結び目から、ここ当てる。ぐーっと見て、ぐーっと見て、あれ？あ、これはね、40センチ以内。この紐は OK。カットしなくて OK。わかりやすいように白い紐使いますね。剣道具の紐っていうのは、目紐も胴紐も同じなんだけど、片方が輪っかになってます。輪っかの方を防具に取り付けます。そして、もう反対の方がこういう感じになってるんですよね。これは見たことあると思う。先の方だけ、わさわさっとしてて、その下の方までこう編んでるんだよね。で、このわさわさが下まで行かないように、ここでなんかやってるんですよ。このやり方さえわかれば、もういくらカットしても大丈夫です。このやり方今日やりましょう。じゃあこのわさわさの長さ測っておきますね。わさわさの長さは、だいたい5センチ、あ、てかもうぴったり5センチだね。5センチのところに、これ見えるかな？よーく見てみると、ここにね、結び目を作ってるんです。結び目を作ってる。それだけ。ってことは、この下カットしたら、カットした5センチ下に、同じように結び目を作ればいいってことだね。一回よく見てよ。バラしてみるよ。バラしてみる。これどうなってんのかな？あー、なるほどね。ここで結んでんだよね。ほら、ここの結び目見える？ほら、出てきた。こいつこいつこいつ。こいつが結んでるんだよね。ここで一回。こいつをバラしてみようか。バラしてみるよ。よーし。ほら、ほら、ほどけた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 。ほらね、ここで、片結びが一回入ってんの。それだけ。ほれ。ほら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 。これ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 。こいつとこいつ、これとこれで、ここで、結び目を作ったんだね。こうやってね、これ片結びにして、ただこれだけ、こうやってここで結んでた。で、この紐、この2本はどこから出てきたかっていうと、このわさわさなんです。わさわさの中から適当に2、3本取り出して、真結びをしておくと、片結びをしておくと、ここで、それだけなんです。はい、じゃあ早速だけど、カットしてみましょうか。ハサミと勇気でここをカット。はい、カットして、ここから5センチだったよね。5センチした。こんな、まあ、別に印なんかつけなくていいからね。適当でいいからね。あ、この辺か。この辺に結び目をつけます。オッケー、この赤いとこね。見えないか。この辺にだいたい結び目を作ります。そうするとしたら、こっちの端から上の方から、だんだんね、こうほぐしていくんです。ほぐしていく。ほぐして、ほぐしていく。ほぐしていく。ほぐして、ほぐして、ほぐして、ほぐして。そうそうそう。ほぐしていく。こうやって、もう、こういうこと、こういうこと。よいしょ。この結び目までほぐしていくんです。ほらほらほら、ほぐれてきた。ほぐれてきたでしょ。なんか見た感じになってきたでしょ。裏向けてみようか。はい、じゃあ裏向けて、わさ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 。ほぐしていきます。編み込んでるだけだからね。はい、表向いて。あ、もうちょっとだな。ほぐしていきます。はい、いいとこまで来たかな。いいとこまで来たかな。だいたいこんな感じ。
じかな。あ、じゃあこの辺でいっか。じゃあもうね、ほんとね、適当でいいです。適当でいいので何本、もう2本でも3本でも何本でもいいです。5本でもいいです。これをこう、こっちをこう、適当に何本か取ってください。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。はい、こっちこれ、こっちこれ。はいはい、出た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 。なんとなく近づいてきたでしょ。このわさわさとこの選んだ2本ね、これとこれで真結びします。はい、一周回してこっちで、真結びをします。これとこれで真結びね。おー、こうね、もうやってることはすごくシンプル。こうね、キュッと、よいしょ。はい、こう肩結びにしとくよ。ギュッと肩結びできたら、ほら、わさわさ一緒にしときます。もうこれだけ、ほらほら、わかんないでしょ。これでいいんです、これでいいんです。で、このわさわさが気になったら水につけとくのね。こうやって水にちゃぽんってつけて、これをきれいにしてやればもう絶対わかんない。いかがでした、紐のカット。簡単でしょ、意外と。よかったら周りで昇級審査行く子、商談審査行く子、紐の長さ見てあげてください。お、長すぎるよこれ、やばいよ。商談審査切ってあげてください、結んであげてください。僕今でも覚えてるのが、僕子供の頃、まあこれも時代かもしんないけど、昇級審査行くでしょ、紐長い子いるでしょ、先生がその場でカットしてましたよね。ガーン切られたみたいなね、人前で切られたみたいな、ちょっと精神的にショックなんだよね。でもそれはやっぱ切っとかないとダメなんですよね。言われる前に自分でもう気がついて切っとかないとダメなことなんですよね。というわけでした。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。